相手が弱みを見せた時の嗅覚とか、攻めどころをわきまえてる感じは試合中も感じて本当に怖かったですけど。追撃をしてきてくれたんで、向こうから近づいてきてくれるんだったら組んじゃおうかなと思ってたので、ここは萩原の右足を両足で挟み込む形になっています。ヤマスドミネーターサトシです。そしてそのヤマスの右手を諦めて、そして投げました。張ってから投げました。ちょっとその組み方の形だと萩原選手結構強かったので、ちょっとぶん投げられちゃいましたけど。さあ、そして縦と、ここはスタンバイ攻防に持ち込むというところです。深入りしないし、立たせた後の圧のかけ方とかはすごくなんか勝負どころ分かってるなっていうか、全然タイプが違うし ね生き方もね、はい、ファイトスタイルもそうなんですよね。いや、ここまで生き方の違った2人が戦うという競技が他にあるでしょうか。左腕をロックされてるのがちょっと、足上げた、面倒くさい。もともと得意なんでまあ、形を作ってみた感じいけるなと思ったので、もうそのままいっちゃったと。ハイアングルチョークの形になってきました。トライアングルチョークの形、しかし左にパウンドを放っていく萩原です。下からはヤマスドミネーターサトシ、トライアングルチョーク、前に行きましたね。さあ、そして頭下げて、お尻上げろ、頭下げて、お尻上げろ、大丈夫、大丈夫。これで勘違いして格闘技に専念しないように気をつけます。はい、あーよかったまだ続けられる。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、感覚と何だったでしょうか。あれ結構やられた。オンラインのアムレで。ちょっと嬉しいそれ。ありがとうございます。萩原選手は今をたくさん持ってる選手だと思うんで、向こうがベットした額の方がすごく大きかったと自分は思ってます。自分は過去を差し出して相手の今を奪いに行くしかできなかったんで。この試合を望んでくれたことに感謝しています。